決めるぞい。委員会か。ねえ、白石くんは何にするの？手を挙げても当たらないし。ほう。やりたい委員会ないし、どれになってもいいんだけど。知ってるよ。何もしてないのに雑草が生えてこない花壇とか七不思議になってたし。七不思議。そうだったんだ。環境委員好き？いや、別に。お世話してた花が咲いた時とか達成感があったし。ねえ見て、お花咲いてる。綺麗だね。次、環境委員になりたい人。ちなみに顧問はわしじゃよ。環境委員ってだるいよな。はい。はあ。久保の他にはおらんか。力仕事もあるから男子がええの。白石くんが手を挙げてましたよ。えやりたいのないんでしょ。気がつかなくてすまんの。久保さん、今年も頼むさい。はい。白石くん嬉しそう。久保さんは環境でもね。何え、なんかいいなって思っちゃって。方が分かってるからいろいろ教えてね、先輩。先輩。